こんにちは。練習の時間だよ。集めに行けなければいけない。アルティメットはフリスビーを投げて受けるスポーツで、雨降るとサッカーに似てるかな。簡単にわかるけど、上手になることはあまり簡単じゃない。さまざまな試合がある。他の州に試合があるときは運転していくんだ。はい、一緒にプレイしたらわかる。行こう。いい練習だったね。すごく疲れた。どうと思った？そうね、サッカークラブやバドミントンクラブなどクラブがあるし、テコンドーやアイキドーなど武術もある。踊るのが好きだったらモメントムというダンスチームクラブも入部できる。うん、クラブに入らなくてもいいよ。必要じゃないから。でも僕はクラブに入るのは楽しい経験だと思う。アルティメットは誰でも入部できる。入部したい？ああ、とんでもない。じゃあね。お、こんにちは。シャカのマイクという行事のビデオを見てるんだ。週末にあった行事だった。すごく面白いだ。あのカンパスの真ん中でみんなが晩ご飯を食べながら踊る行事だ。ライブ演の音楽もとっても楽しかった。見て。うん、ある。毎年たくらえ？うん、ある。毎年アウェイコンナイトとコンサートというイベントがある。たくさん行事があるので全部は知らないけど、Wake Forest Student Union Facebook ページで見られるから絶対フォローして。うん、今週末アジアクラブの行事があるんだと聞いた。それを一緒に行こう。あ、今日ウェイクにサッカーゲームがあるからそこに行くつもり。ウェイクはディビジョン1なので一番有名だよ。ディビジョン1はアメリカの大学の中でスポーツで一番有名な大学たちのリーグだよ。そしてウェイクには野球やバスケなど一番有名なスポーツがあるけど、今日は去年準優勝したウェイクサッカーチームの
試合があるから、そこに行くつもりだ。あ、もちろん、ウェイクの大学生は無料だよ。今日はただの練習試合だったけど、本当の試合はもっと楽しいから、あ、他の友達も連れて行こうぜ。もうそろそろ専攻決めなければいけないね。みんな決めた？そうよ、僕は多分コンピューターサイエンスだよ。え、本当に？私も。え、そうですか。うん。おお、そうですか。たくさんある。中国語やスペイン語など、その普通な授業だけじゃなくて、うん、そのアラビア語やギリシア語など面白い授業もある。うん、そして、あ、日本語もある。うん、そう。みんなは日本語を勉強してる。学生と教授の比率は低いから、うん、先生たちとの関係はとてもいいだろう。うん、そしてほとんどの授業はとても小さなクラスがあるから、これも学生たちの中では有名だよ。うん、平均一人の教授で11人だけ学生を手伝うんだ。こんにちは、授業始めますよ。はい、うん、去年完成した体育館だ。入りましょう。スイッチしよう。強い体を変え